こんばんは。はい、ということで、昨日でしたが舞台千秋楽終了しました。ありがとうございます。本当にぜん13公演、充電しようかしら。残り 20% だって。いやー、終わりました。見に来てくださった皆様、そして配信をご覧になってくださった皆様、本当にありがとうございます。朝起きて喉いってってなるぐらいにはもう燃え尽きて、今日もう満足です。最後はもうろれつすら回らなくなってもう本当に本当回は本当に、なんだろうか、今回は私はまどろみちゃんっていう子を演じさせてもらって、でこの今回やってた舞台「とがびとの刻印」っていうのは、原作があるものなんですよ。小説とそして漫画と。あるんですけど、そう、私のそのやってたまどろみっていう子は小説にも原作にも漫画にも出てこない、舞台だけでのオリジナルキャラクターなんですけど、こうね、まあ本番初日を迎えてから千秋楽までたくさんの、そう、素敵な評価をいただけ、素敵なコメントとか、そう、すごいいい素敵な素敵なお褒めの言葉をいただけることが多くて、そう、西の携帯がスクショまみれになるぐらい、そう、そういう嬉しいコメント全部西、舞台期間中でスクショするんですけど、携帯がスクショまみれで嬉しい限りでございます。原作者さんからも、そうなんだよ、原作者さんもう4回ぐらい見に来てくれたのかな。
そうで、千秋楽終わった後は直接感想も言っていただけて、めちゃめちゃ褒めていただけてすごい嬉しかった。そうなの。そう、私こうやって見に来てくださった方からの評判もそうだし、あと今回は一緒のキャストの方とかにそれこそカーテンコールとかでめっちゃ褒めてもらえたりとか、そう SNS 写真の系でいただくときにすごい素敵なお言葉と載せていただけたりとか、嬉しい。めぐむ役のさとちゃんさんは天才的って書いてくれてたの。大西のことありえなくないと思って、嬉しいと思って。そう、でもそうやって皆さんの目にそう映れることができたならめちゃめちゃ嬉しいことだし、頑張ってよかったなって思いました。大西はいつも舞台に出ると支えてもらう立場の人間だったので、そうだからなんかそうやって言っていただけるのがとっても嬉しいなって。この公演期間中は幸せな気持ちになることが本当に多くて嬉しかったです。まどろみちゃん第3弾も出てほしいってどうなんだろうね、まどろみ、まどろみ捕まったからな、まどろみ脱獄してくれたら大西も出れるんだけどなダメかな。そう第3弾あるなら大西も絶対出たいと思うぐらい、まあでも出なくても絶対見に行きたいって思うような舞台なので、まあ、たとえまどろみちゃんが出なくともね、舞台トガ人の刻印を引き続き私は応援していきたいと思います。いや嬉しいな、本当にいっぱい褒めてもらえた。マドシオのペア好きってだね、マドシの皆さん、マドシの好きでいてくれますか。そうちょっとだから今日はあと30分ぐらい、12時になるまでちょっとね稽古期間含めちょっとこの舞台の話を振り返っていこうと思います。質問があったらぜひ。窓しの愛おしすぎてやばいですって、よしよし、悪の軍団の一人と思ったら悪はまどろみだけでびっくりってすごくない？あんな大人数全員敵だったんだよ大西すごくない？あの自分よりも身長が大きい方々が全員敵だったんだよ。めっちゃ強いやん、まどろみ。まあ、でも今回、まあ、稽古から振り返っていくってなると
まあ、まず大西はこの舞台のお稽古は多分12月中旬ぐらいには多分始まってたと思うんですけど、大西はあのお稽古合流したのは1月入ってからだったので、1月3日かな、3日から合流ってなって、他のシーンとかはもうほぼついてたしっていう、もちろんみんな台本ももう外してる段階でみたいなっていう感じだったから、私もすごいちょっとね、あのね遅れる身としてちょっとやばいやばいと思って、覚えていかなきゃと思って、稽古が始まる段階の時にはもうそうセリフを全部覚えた状態で今回は行くことができて、まあ年末ちょっと体調崩してたっていうのもあって、お家で休んでた期間もあったからできたんだけど、そう他にもこうね、今までみたいにお仕事がパンパンとかだと西もなかなかセリフとか現場で覚えることが多くなっちゃったりしてたんだけど、今回はその 体調不良の期間をちょっと有効活用してちょっと覚えていけて、でそれを今回ね、まあいろんなところですごい褒めてもらえて、まあでもだから最初、まあその今回オリジナルキャラクターだったから見本がいないわけで、なんか自分の中のまどろみちゃんを一旦作っていこうってなって、で作っていって一回その稽古を合流した初日にじゃあ一回やってみようってなってやってみて、いいじゃんみたいなあもうこれでいいじゃんって言われて、だからキャラクターとしてはそんなに自分がこう考えて持ってったやつから変わってはなくて、ニュアンス、そう自分がこんな感じでやりたいなみたいな、長ゼリフのところもなんかこうやって動きたいなと思ってやったら、それあいいじゃんって言ってそれそのまま採用してくださったりとか、うん、そうだから割と今回は自分のやりたいようにできたというか、うん、そうね、自分の思い描いてたのと全然かけ離れることがなくできたので、うん、そう演出家の中島さんって方がいらっしゃるんだけど、本当にめっちゃ褒めてくれてもう嬉しい、私褒められて育つのでそう褒めてくださったのもあって、たくさん稽古段階からのびのびとすることができて、で最初の方は正直もう初日の時点であの女性陣とはすぐ仲良くなれて、そう、まあ、でも今回男性のキャスターが多い座組だったから、で座ってるとこも稽古場は遠かったんですよ、男性との距離が。大西はそう、女子は女子で固まってて男性はこう違うところに散らばってみたいな感じだったから、最初だから喋ってたのが、喋ってたっていうのよりなんかあのその初日稽古初日で一緒のシーンがほとんど東雲ばっかりだったから、だからそう早くに合流していただいて、東雲とまどろみのシーン、東雲とここのシーン、東雲とっていう感じだったから、最初は本当に東雲役の美心さんとしか全然話せなくて、でもなるべくこうもう仲良くなりたいから皆様となんか好きあらばなんかちょっとなんかやってみたりとかしてたんですけど
そう、なんかノリに入ってみたりとか頑張ってみたけど、でも稽古中はそこまで正直めちゃめちゃ距離を詰められたかって言われると、そこまで大西は詰められなくて、そうで最終稽古も行けなかったので、そうで、まあ本番っていうか、あのまあ稽古じゃない、あの劇場入り、そう小屋入りっていうんですけど、劇場に入って場当たりっていうのをするんですけど、そのこう後ろの照明とかさ、映像とかとなんか場所合わせたりとか、そういうもやったりする、そのぐらいからようやく大西は皆さんとしっかり喋れるようになって、多分そうなんですよね、男性陣の方々と多分ようやくしっかり喋り始めたのが、まあ本当だから小屋入りしてからなんですけど、でもそっからこうね、毎日、まあ、初日ゲネプロやって、初日やってで9日間ある、今回は舞台期間だった、うん、舞台期間の作品だったので、そう、ね、この本番期間中を経て皆さんと本当に仲良くなることができて、なんかカーテンコールでも言ったんですけど、めっちゃ親戚みたいな座組で、今回みんななんか親戚の、この人は親戚のなんかこんぐらいの兄ちゃんみたいななんかすっごい、そう正月になんか集まってんかなみたいなぐらいのなんか雰囲気というか、人柄、なんていうの、人柄っていうかな、関係性というか、私は多分今回今まで共演したことがない方ばっかりで、今回初めてつながる人ばっかりだったから多分そう思うんだろうけど、多分他の方々は先輩後輩とかがあったりとかあるからあれなのかなと思うけど、でもそう、大西はもう本当にあのキャストだけじゃなくてね、そう裏のスタッフさん、音響さんだったり照明さんだったり、制作部さんだったり、そう舞台監督さんたちだったり、なんか全員が本当に親戚みたいなっていう、なんかすごい不思議な、ここまでなんか全員が全員、まあ、キャストが仲いいっていうのはまあよくあることだと思うんですけど、全員含め仲いいっていうのが大西は割と珍しいなと思ってて、うん、そう衣装部さんとかメイクさんとか含めて全員が、そう本当に現場でした。だからなんか今日起きてぼーっとしてて、今日昨日あのもらって帰ってきたお弁当を食べながら今日あの見てたんですけど、アーカイブ、まだ配信アーカイブ残ってたから、あそっかみたいな、あれもう大西新宿三丁目行かないのかみたいなそう紀伊国屋ホール新宿三丁目だったから、そう、あそこ新宿も三丁目もう行かないのか、あれもうみんな会わないんだ、あれあやさんとかリコとかゆうちゃんとかもうあの女子楽屋行かないんだみたいな、もう警察呼びますよってもし言わないんだみたいなあ、そっかってなって、なんか
ロスっていう感覚よりかは人間ロス、なんかあの親戚の方々にもう会えないんだみたいな、なんかもちろん作品もあれなんですけど、でも作品としてはじゃあ舞台をやりきったから、そうね、座組ロスちょっとあるなと思って、今回でもめっちゃ会いたいっていう感じではないかもしれないんだけど、わかる、あ、なんかじわじわ来てるというか、あれみたいな、あ、もう、あ、そっか、もう会わないんだみたいな、じゃあもうあのメンツで集まんないんだ、みたいな、それはちょっと寂しくないっていう、なんかそのわかる、なんかじわじわ来てるんだよね、もうめっちゃ会いたい、ほんととかじゃなくて、あ、そっかみたいな、わかる、なんだろうな、これそうなんだよな、そうなんだよ、絶対さ、再演が、あ、再演じゃないわ、次回あったとするじゃん、第3弾がこの舞台の、でも今回と全く同じさキャストで出るわけじゃないじゃん、音痴が出るかもわかんないし、次ってなるとさ、あ、そっかーって、なんかこんな感じで座組ロスになるのは珍しいかも、おどんどの時とか以来かもしれない、梅坊さん、分かんないけど、本当に素敵な座組の方々でした。で、あれだな、あとはお世話になったのはあれですね、大西は千秋楽間近になってからようやくアドリブを入れることにしたんですけどそうなんですよね、最後の最後らへんで、でもそれをし始めたきっかけが、大西がいつも通り台本通りこうやって帰ってきた時に、主演の松田さん、神田役の松田さんが何だったかな、あ、汐留って言ったの急に、汐留みたいな、なんか東雲っていうキャラクターにまどろみちゃんが名前を聞くシーンがあって、で今までは篠の目で聞き間違えて広末って聞き間違えてたの、恩師っていうかまどろみは、でもそれを汐留って言ってみたらみたいな、めっちゃいいですねってなって、ちょっと明日それやりますって言って、そっから始まった、そうだから汐留もその次の日は井上って言ったんだけど、井上もあとその後なんか顔まんがいってなんか聞くシーンがあったんだけど、顔まんがいっていうシーンのなんかサメの解体とか亀のバイバイっていうのは全部松田さんが提案してくれたあ、そう、塩漬けもそう亀のバイバイマジで、ほんとほんと面白い、ちょっとそう、まあでもそういうのがね、はあの座長の松田さんが提供してくださってました。ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライだけ美神さん、シノノメオの美神さんが提案してくれたそう、ラッスンゴレライはシノノメがラッスンゴレライどうってそうなの、おもろいよね、そのいろんな案をいただいて、今日どれします、自分で考えたのはないってないアドリブ自分で考えてないのにし、
私考えてない。でもそもそもその名前を、名前じゃないわ、東雲に米が食いたいって言われるシーンがあって、で大西が米が食いたいを顔まんがいって聞き間違えるところがあるんだけど、あのシーンはもともとそもそもなかったの。これもね、大西アフタートークで話したかったんだけどさ、お題とかがさそれに沿わないやつだったから話せなかったんだけど、もともとは東雲ができれば私は米が食いたい、あー米、あじゃあご飯にしよう、ご飯何か食べられるところこの状況でやってるかなって言って終わるだけのシーンだったんですよ。でもそれこそあの東雲役の美心さんがあこうなんかしないって言ってくださって、しましょうしましょうって言って、でタオパイパイはって言われて、大西はその知ってますか、タオパイパイって、皆さんなんか なんだっけ、へっちゃらのやつ、あそうドラゴンボール、そうそう、ドラゴンボールにタオパイパイっていうキャラクターがいるらしくて、で米できれば私は米が食いたい、タオパイパイって引き返すのを一回やってみようみたいな稽古で、ただ投資だったんだよそれが、なんなら衣装付きじゃなかったかな、忘れたけど、でやってみようってなったけど、そのシーンの直前なんかお茶でもスルーしてみる、あーみたいな言われて、どこ行こうって言って、できれば私は米が食いたいって来るんだけど、もうタオパイパイを初見で聞いたから、もうなんでか分かんないけど、大西は顔漫画しか浮かばなかったの、なんかえ、顔漫画、いや違うよな、え何だっけ何だっけってなって何も言えなかった時があったの。そのアドリブだけ。そうで笑ってそのシーン終わっちゃった時があって、でもまあ投資だからもうその後も止まれないみたいなっていうのがあって、で、あ、こうごめんなさいみたいな、名前出てこなくて、私あの時なんか分かんないけど顔漫画しか思いつかなくてみたいな言ったら、あじゃあ顔漫画いいやんみたいななって、じゃあ顔漫画で次やってみますみたいなってなって顔漫画になった。そうでもなんかアドリブとかって、じゃあ千秋楽に撮っとこうって言われることもあるの。ああやって全ての公演でやるっていうよりかは、じゃあなんか最後特別の時になんかアドリブ、それ稽古場でやってたやつ入れようよみたいなのはあるんだけど、なんかでも顔漫画に聞き取りやすいしみたいなっていうので、ちゃんと流れに入れてくださって演出家さんが面白いよね。だからあれはもともとなかったくだりなんです。あ、まどろみの小悪魔テクニック的な何かかと思ってました。そう、それあの美心さんも言ってたの。なんか大西もなんかめちゃ聞き間違えるから、まどろみどんだけ耳遠いのみたいな思ってたの。なんかそう、まあ、そういう子なんだろうなって思ってたんだけど、本番期間中になんかそのシーンが終わった後美心さんとちょっと話してて、あれまどろみのテクニックなんだなって思ったって言われて、あれ何がですかみたいな、なんかそのわざと聞き間違えて全然違うこと言って、なんかその東雲においみたいな、こうほがらかにさせる一個のテクニックなんだろうねみたいな言われて、マジかと思って
そう、大西もそれ言われるまで分かんなくて、いやまどろみすげえやんってなった。やっぱあざといんだね、頭いい。まどろみから学ぶこといろいろあったわ、なんか本当に。うん、やばい、そろそろ時間早いね、30分経つ。そう、ね、まあまあそんな感じでね、いろいろ楽しい毎日でございましたまあちょっとそろそろ時間なのでね、そろそろ終わらなきゃいけないんですけど、改めて、まだアーカイブがね見れるみたいなので、よかったら見てね。あ、前あね、夜しののめに会うシーンで手ハートを作るのも変えてたよねって、そう、あの乙女心って言っていつもしののめにアピールするところがあったんですけど、千秋楽だけ俺返すわ。でも本当に東雲が日に日になんか優しくてなんか舞台何回も見に来てくださった方とかならわかると思うんだけど、千秋楽びっくりするぐらい優しかったよね。そんなことない、大西だけそう思ったの稽古場もっとなんかツンってしてた、東雲のイメージがもしあったんだけど、肩に手を添えてくれたの。うんいや本当に、でもなんか今回一回もなんだろう、同じ感じじゃなかったというか、自分的になんかセリフを言う時もいつも大体同じなんか感じで大西は言うことが多いんだけど、そうでもなんか一回も今回そういうのがなかったというか、言い方がなんか全部違う風に言えたりとかするぐらい多分伸び伸びはできてたんだろうなと思うので、本当に楽しかったですし、 AKB48 としては最後の舞台だったので、最後の舞台がこれで良かったなっていう風にめっちゃ思いました。ありがとうございます。ということで、じゃあそろそろランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位今日祝無事感想さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がポテトアットマークまどろみちゃんは神様です、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がよっちゃんのゆももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が MM ルールズアットマークギフノルト人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がゆみちゃんアットマークまどろみちゃんラビューさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がまゆゆかアットマークまどろみちゃんがいっちゃんかわいいよさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がカッキーアットマーク大西軍アットマークまどろみロスさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。そしてタワーかな、やばい時間あと2分あるね1位の方かしら、ありがとう、呼んでいきます。ありがとう、1位の方だね。1位の脅威祝無事感想さん、脅威さん、脅威さん、脅威さん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。本当に皆様も本当にありがとうございました。あと舞台期間中に本当にたくさんの、まあ、お手紙とかプレゼントとかもそうなんですけど、あの差し入れ、あの大西だけじゃなくて、あのね本当にあのね、ありがとうございます
もう蒸気でホットアイマスクとか休息時間とかみんなで使わせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当に感謝です。ということでですね、では本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。